はい、こんにちは。今ですね、ちょっと散歩に出かけてるんですけども、もうすぐ日の入り、いやもう日の入り過ぎてますね。もう10分ぐらい前に日の入りになってますね。いやもうちょっとね、歩くとそれが見えるんですけど、いや今日ね、すごい寒くて、もうこんな格好なんですよ。これ冬の格好ですね。これね、ちょっとね、暑かったです、これだとちょっと暑かったですね。まあ、ちょっとね、今回は、まあ5分以内ぐらいで、ちょっと、ね、僕が株のトレードを始めたきっかけについてお話をしていきたいなと思います。ですね、僕がね、株を始めたのが5年ぐらい前ですね。でそれまでなんか投資やってたかって全然やってないんですけど、全く興味もなかったですね。まあ、仕事も忙しかったですし、なんですけど、まあ、ちょっとね、ある友人というか知人にし、誘われて、株のちょっとセミナー行ってみないみたいな感じでね、あったんですよ。で1日行ってみて、でこの人すごいなと思ったんですね、その先生が。まあ、株っていうのは大体、もうギャンブル的な感じだなっていうのを思ってたんですね。なんですが、まあ、その人はね、ちゃんと練習して訓練をすると、まあ、誰でもできるようになる、その技術ものだって言うんですよね。技術を、身につけると、まあそのなんていうかな、職人さんみたいな感じですよね。そうやっていけるってことでありまして、うん、これはすごいなと思って、まあ、そういうね、勉強会に出るようになったんですよ。でまあいろいろ仲間もできまして、やっぱりね、もう何十年もやられてる方もいらっしゃるんですよね。僕よりも年の上の方もいっぱいいるんですけど、そういう人はもう全然勝ったことがないとかね、おっしゃってたんですけど、やっぱりね、その技術として捉えるっていう人が少ないんですよね。もう当て物っていうか、もうギャンブルですよね。だから株買ったら当たっちゃったみたいな、 NTT 買ったらすごい当たっちゃったみたいな、ああいう感じが多いと思うんですけど、僕がやってるのはそうじゃなくて、その、まあ確率論なんで、やっぱり負けるときはあるんですけども、負けを少なく勝ちを大きくっていう、ね、感じではあるんですけどね。で、まあ、始めたきっかけなんで、なんかね、ちょっと話があちこち行っちゃうんですけど、始めたきっかけっていうのが、まあ、そういう感じで、思いもよらない、僕はね、絶対株なんかやらないと思ってたんですよ。株なんかやらないとも、そんな気もなかったですね。株なんていうの興味もなくて、全くそういう感じだったんですけど、まあ、その先生の人のね、話を聞いて、やっぱりもう違う世界があるなと思ったんですね。やっぱりもう本当に株ってすごい魅力の一つが、もう一人でできちゃうっていうことなんですよね。一人で全部完結できてしまって、まあ、お金の問題はそれで、まあ、一応終わると、まあ、それで稼げるあるんですけども、まあ、パソコン1台で家でできるんですよね。でじゃあ10万円儲けてる時と100万円以上儲けてる時に、パソコンが10万円の時はノートパソコン1台でできるけど、100万円とか200万円300万円になると3台4台いるかっていうと、そうじゃなくて1台なんですよね。ただその数字のゼロが増えるだけで、技術が伴っていれば、まあ、理論的にはいくらでも増やせるということですね。あとはね、そのメンタルの問題がありますから、ね、そこまでできるかどうかってことですよね。夕日がこんな感じですけど、そういうね、なんかすごく夢を感じたんですよね。その時に、その時は何もできなかったですけど、株のことを知らないんで。で、やっぱりそう教えていただいてる中でですね、やっぱりこれね、すごい難しかったんですよね。そう、すぐには勝てない。ほとんど勝てないというか、まあ全然勝てないですね。
で、そこでも思ったのが、あ、これはちょっといいかもしれないと思ったんですね。その当時も株やる人多かったんですよ。で、すごいお金持ちの人がね、株始めるっていうことで、これはちょっと僕叶わないなと思ってたんですよね。僕なんかやっぱりいる場所じゃないなっていう感じてたんですけど、株のトレードが意外とというか難しいんですよね。やっぱりちゃんと勉強してそのトレーニングを重ねないとこれ絶対無理だなっていうのがあったんで、これはいけそうかなと、僕でもいけそうかな、やればなんかちゃんと言われた通りにやって練習をねきちんとしていけばいけるのかなっていう、そういうね夢があったんですね。で、やっぱりね、その一人でできちゃうっていうのも魅力だったし、そういう誰でもできるものではないっていうのも、ね、一つの魅力だったんですよね。で、そこでなんで誰でもできないかっていうのは、やっぱりね、途中でみんな辞めてっちゃうんですよね。この前もね、ちょっともう辞めますっていう人がいたんですけど、まあ、やっぱりね、ここまでやって辞めちゃう人が結構いると。途中で辞めちゃうんですね、やっぱりね。だからやっぱり僕なんかは、まあ、もともとね、資金も大きくないですから、そんなあれじゃないんですけど、まあ、その中でもですね、自分の中でその、資金多くかけないとかね、そうちょっとルール決めたりして、まあ、そういうことが必要なんですけどね、ありますね。なんですごく魅力があるんですよ。で、一人で稼げるようになったら、もう自由ですから、会社行かなくていいわけですから、ちょっと今日箱根行ってくるわって、パソコン持ってね、でトレードしながら温泉入って、で帰ってくるとか、そういうこともできるなっていうね、すごく夢があるんですよ。まあ、箱根っていうのはちょっと、僕の夢の中のスケールが僕の小ささがねちょっと出ちゃうんですけどまあ思い立ってすぐ行けるっていうのはね、そういうこともできると思うんで、まあ、箱根じゃなくてもいいですけど、まあ、そんなことが可能だなっていうのがちょっとね見えたんで、すごく魅力があると思って僕は株を始めました。はい、まあ、FX はちょっとね僕もよくわかんないんですけど、まあ、でもチャートは同じだと思うんで、僕は株中心にやってますね。調子です。ちょっと感情が悪いです。はい、始めるきっかけちょっとまとめますと、始めたきっかけですね、結局その一人でできるということですね。一人で稼ぐことができるということと、あとはそのトレーニングと勉強を重ねるとですね、できるんじゃないかと思ったというです、まあ、実際できてるんで、それはやっぱり本当だなってことですね。やっぱり根気は入りますよね。一攫千金で株やってるからってすごく儲かってるとかってイメージあるんですけど、そういうことは全くないですね。株はね、普通の仕事よりコツコツやらないと本当にこう積み上げていく感じですね。もう何百円から積み上げていくっていうぐらいのイメージでいかないとダメかもしれないですね。一回で何十万買ったとか、そういうことじゃなくて、もう積み重ねですよね。大きく当てるというのは、もう毎日毎日ちょっとずつ稼いでいくっていう感じですね。その辺のイメージがちょっと違っちゃってると、これ違うダメじゃんやっぱりってなっちゃうんですけど、まあ、株、まあ、FX もそうですけどね、もう積み上げが大事かなと思います。まあ、仕事もそうなんですけどね、いきなり何でもプロにすぐなれないじゃないですか。まあ、そういうことだと思うんですけども、なんかよく分からなくなっちゃいましたけどね、始めたきっかけ、まあ、人に誘われて、行った先の先生に洗脳されたと、そういうことです。以上でございます。さよなら。